はい。今日のミッションは多分、セラニポージっていうアーティストの CD を聞けばいいと思うんだけど。とりあえず27日の朝かな。朝9時。朝の覗きか。なんか完全にガサ入れする気分でいたけど。なんでいつも9時4分とかそういう微妙な時間なんだろうね。9時ぴったとかじゃないんだね。あおはよう。あ、熟睡してる。おはよう。おはよう、おはよう。 何の意味もないけど目覚まし時計を触らせる <laughs> あ目覚ましセットしてくれた <laughs> なんか言った今朝起きてからセットするって絶対おかしいよな目覚ましならなかったってことは自然と起きるタイプなのかねじくんは歯磨きしに行ってるねあ歯磨きシーン見れた これってトイレとかクリックしてたらトイレシーンとか見れるのかなこのまま。どうなんだろう。めっちゃイライラしてるけど。<laughs> これってあれかなユニットバスなのかなあ、シャワー浴びるって出てきたな。でも視界変わっちゃったから見れないな。てか朝起きてトイレ行かないんだね。ん なんて言ったあひげ剃りしに戻ったのかひげ剃りすんの忘れてたみたいなこれ CD リモコンでしょこれクリックしてればいいのかなひげ剃り見れないからな今早く戻ってきてほしいわ <laughs> もうイライラしてもいいからあ CD 聞くってあるなこれいきなりクリアあるよタバコはいいから CD を聞いてください てか朝起きてすぐタバコってなんかめっちゃ体に悪そう。偏見だけど。大丈夫なのかなあでも CD 聞いてくれそうだな。おっやったーやっぱセラにはいいな。やっぱセラにはいいなー。聞きましょうか。あーなんか爽やかな朝って感じだわ。まだ着替えてすらいないね。ん終了した。いきなり達成したよ。 今日はもうなんかどんどん消化していく感じになるかな。もうちょっと聞きたかったけどね。あ、カレンダー更新。ん ?2002 年2月。はい。残念ですが。ええ<っ>何の音えなになに,なに <laughs> どういうこと <laughs> 何今のなんか女の子の泣き声みたいなのがしたんだけど。怖どういうことコック、つ、ついに。 メールメール。メール始まりはその一通から。パソコンか。エレナからだ。エレナ。でっかいメールだな。でっかいメール？どういうこと？まだ受信中だ。ああ、容量がでかいんだ。エレナからメール来るってことなんかな。コク、やったね。二十にして立つ。え、なんかすごいいっぱいミッションない？ 演劇ねえ演劇どういうことこれえなんかポンポンポンってすごい一気にミッションを伝えられた感じなんだけど3つあるってことなの月が変わりましたねじゃあとりあえず1日の朝にしてみようか朝のガサ入れ今日はガサ入れか学校行ってんのかな えー、どうすればいいんだろうなんか、三つミッションあったなんか女の子の鳴き声を聞くのと、あとパソコンかなパソコンでエレナの。あこれはあれか三つ目のミッションか演劇チラシ。でもこれクリックしても特に何もないから、これ覗きんときにクリックするんだろうな。じゃ、パソコンつけるか。 これ起動しといたらエレナからのメール見れるんじゃないどうなんだろう日記見てみようか。1月25日。こんなに続けて地震しかも、こたつだけ綺麗に動いて。わかった。この部屋傾いてるんだ。きっとそうだ。<laughs> そうに違いない。明日にでも大家さんに相談してみよう。私がこたつを動かした日か。<laughs> この部屋傾いてるで片付けちゃうネジ君はすごいな。 えー、31日昨日夜中の2時過ぎふと目を覚ましたら何か変な音が聞こえたような気がしたあれ何だったんだろうどういうことなんだろう心霊現象もしかしてこのゲームもしかしてそういう要素あんのかなホラーみたいなまさかのホラーゲーだった <laughs> いや相変わらずデスクトップの画像ひどすぎるでしょ <laughs> なんでカレーをさ繰り返し表示してるんだろうねセラに これセラニポージですね。なんかおしゃれだよね。なんかフレンチポップじゃないけど、北欧ポップ的な雰囲気を感じるよね。あ、終了した。セーブしましょう。達成できるかなどうすればいいんだろう。とりあえずパソコンと劇団のチラシを見てもらうのは簡単だと思うけど、あの変な声聞くのは、あ、待って待って、間違えた、間違えた <laughs> <laughs> 待ってもうか回朝のガサ入れしちゃったちょっと待ってガサ入れやめてあれあれ夜って23時53分だったっけなんか今間違って朝のガサ入れもう一回クリックしちゃったんだけどこれ夜中だから寝てる可能性あるな眠いけど覗き神様も眠いんだね <laughs> 眠いのにこんな平凡な大学生の覗きをしてるっていう。 あ、なんか音楽聞こえる。これセラに聞いてんじゃないの待って、テレ、シー、あ、そうか、もうセラ、セラにはもう聞かなくていいから、えーっと、チャットと、声と劇あ、なんか雪降ってる。ちょっと待って、パソコン触ってもらわないとうわー、朝の傘入れ間違って2回押しちゃったから、パソコンのいたずらなしになっちゃってんな。まあ、いっか。とりあえずパソコン、あ そそそうそうそうメールチェックしてもらえればいいよねなんかまだ結構クリアしやすいミッションな感じがするねカーテン閉めてメールチェックしてくださいおイベントっぽい感じがするな画面が達成メールメールヘえな エレナからだエレナでっかいメールだな <laughs> 容量がでかいのかなきっと動画かなんか送ってきてんのかな動画とか送れんのかなこの時代わかんないけどうわ重っめっちゃ時間かかってんじゃん200メガぐらいあるんじゃない <laughs> 2ギガとかあるんじゃないのどんなメールだろう受信完了してるうん え何これ助けて私が消えてしまうあなただけが頼りですえやばくない何このメールエレナが消える郵便来てるかなっていうなんか赤字が出てきたけど郵便ってことは玄関かな待って玄関の方クリックしあこっから行けるかな届くこれくあ届くねすすあ待ってなんか消えちゃったいや大丈夫大丈夫いけるいける,行けるよしよし郵便チェックして ねじくん郵便郵便チェックしてなんか来てるらしいから腹減ってきただよ郵便郵便来てるからてかこっからよく玄関ドアにピンポン玉届くなあよしよしよしナイスナイスてか劇団のチラシ見たりすんのはいいのかなそれが郵便なのかなお見た見た なんか綺麗な CM 流れてるん何ーー視点が何これこれ演劇 DM 草, <laughs> 草って言われたんだけどあダイレクトメールシャワー浴びないでシャワー浴びないであとでいいからシャワーあとでいいからシャワーあとでいいから,いいからそう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 ,そうオッケーオッケーオッケー 見てみて、気になるから、見てみて。見てください。よし。演劇かー。演劇か。え、そんだけ。見て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 。演劇、演劇で、演劇のメールもっと見て。え、どういうこと、これ。達成できてない。ね、ねじ君。ねじ君、タバコいいから。 ネジ君タバコいいからさ。灰、は、皿、い、灰、は、皿、い。灰、は、皿、い、して。そう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 。灰、は、皿、い、して。ね、手、手が邪魔なのよ。ダイレクトメ、こたつじゃない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 、ダイレクト、そう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 ,そう。ええー、嘘達成できてんのか、これ。できてなさそうな感じするんだけど。ええうんあ、そういうことか。 ミッション3つあるけど順番に達成していく感じなのかなじゃあもう一回演劇のダイレクトメール見てもらえればいいのかなてか思ったけどこれ日付によって微妙に時間違ったりするけどその時間も見てった方がいいのかなあこれとか26時とかってなってるからじゃあこの辺にしてみる ?2 月3日の昼にガサ入れして覗きああでもどうなんだろう今日は ダイレクトメールだけでいいのかなあ、これダイレクトメールだレジ君、チラシを見てくださいダイレクトメールを見てください雑誌じゃなくて、ダイ違う違う違うこれ、隠れちゃうの難しいねこれ隠れちゃうの難しいな、これしまってくださいあれダイレクトメールって書いてあるけど赤じゃないのチラシチラシあ、こっちか こっちか <laughs> そっかそっかこっちかこっちだこっちを見てもらうんだ演劇部ねうん志しちゃうえっ達成できてなくないえっもうっかい見るのもうっかい見ればいいの水飲まなくていいからチラシ見てもうっかい見てくれえっこれ 大学の劇団かえ待って待ってこれどうなんだこれ達成できてないのかもしかしていや水飲まなくていいから水飲まなくていいからええー、達成できてなくないなんか達成っていう文字出てないもんねえええええじゃああの女の子の変な声を 多分あれ寝てる時に聞くっていう、そういう流れだと思うから。じゃあ3日の26時26分、牛蜜時を見てみましょうか。深夜の覗き。寝てるでしょ、絶対。あー、暗いね。え、どうすればいいんだろう。とりあえずこうして。<laughs> 声聞こえる。声聞こえる。 これ、聞かせるためにはどうしたらいいんだろううわ、怖こ,こ,これ。いっぱい押した。いや、怖いよ、これ。どういうことだからなかなか起きないし。てか、時間進むの超早いんだけど、どういうことネジ、起きて。起きて、ネジ。<laughs> 起きて、起きて、起きて。どうやったら起きんの、これ。うそーえ、これ、どうすればいいのあ、電気とかつけんのかな、もしかして。 サイドライトサイイドライトこれどうやったら起きる<ん>あっ達成だって何の音気づいた何ベランダにいんのもしかして怖すぎないっあっつけたあ時間の進みが普通になったちょカーテン開けてみてもらおうベランダにいるんじゃないのなんか。 開けようぜ、カーテン。なんかいたりするかないるなんか。なんもいないよね。いや、怖怖すぎ。はい、終了。うわぁ、ギリだった。悲しい度がめっちゃ強い。<laughs> そゃそうだよね。 じゃああと二十歳にして立つっていうこの演劇チラシのミッションかなだけかなあでもカレンダー更新されちゃったけどもうダメだよ高橋<え>高橋あ電話してるもしもし高橋あ何ネジ今何時怖怖<え> <laughs> 怖い怖い怖い何これ何これ 毎日聞こえてくんの女の子の声。じゃあ、とりあえず4日のお昼にしてみようか。真昼のガサ入れ。この日はガサ入れか。えー、何すればいいんだろう。じゃあ、あの女の子の泣き声がした時に、カーテンの外気になるから、ちょっとこれ開けとこうか。いたずら実行中。いや、怖いなー見た感じ。 2階とか3階ぐらいの高さだけどねあ2月1日あのエレナからメールが来ていたすごくびっくりしたけど内容にも内容にもっとびっくりした助けて私が消えてしまうってねえとりあえずチャット仲間に相談した方がいいよなでもえなんで相談しないの2日 いつだったかちょっとしたいたずらのつもりでチャット仲間に嘘のメール出してしばらく嫌悪になっちゃって何やってんの <laughs> 何やってんのあんなことしなきゃよかったこのエレナのメールのこときっとみんな信じてくれないよあまさかこれ誰かのいたずら ?2 月3日夜中部屋のどこから部屋のどこからかまたあの音が聞こえてきたなんか泣き声みたいな怖くなって眠れなくなっちゃったなんだろうあれ幽霊とかなのか なんだろうね。なんか、しかも、ヒーマ隊で聞こえてきてたもんね。あー、しくったな。2月4日の夜は、6時だから全然寝ないな。どうしよっかな。5日と6日は、24時より後だから、ま、あ心霊現象起こりそうだよね。いきなりここでいいか。5日の夜にしよう。深夜の覗き。深夜帯が多いね、やっぱり。絶対またあの声聞こえるじゃん。 いやこわー、電話ってあるねまだ声聞こえないけどあ聞こえた怖い電話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 あまずサイドライトかな起きるかなサイドライトいじっても出るよこの部屋,のの部屋絶対あよしよし 高橋高橋高橋に電話してるもしもし高橋もしもしなにねじ何時二 <laughs> 時半です <laughs> 怖<っ>今のわかったおい寝るなよあごめんごめんえなんでなにあのさなんかさ泣き声聞こえるんだようんどうしよう やばいよ。やばいよ。ワーワーへえ。で <laughs>。なんか寝るなっては。たかし。犬とかじゃなくて。子供みたいなんだ。なに<何>?。子供が泣いてるんだよ。うるさいの?。んなことで電話してくるなよな。違うってば。隣は空き部屋だよ。え?。そうなんだ。反対側の部屋は男が一人で住んでるだけだし。うん、それ。 隣じじゃゃ、ゃなけりゃ上か下いやそういうんじゃなくて知らん知らんいい加減にしろよそれじゃまたした、えー、高橋高橋まあ高橋も正直ちょっと怖い人だなって思っちゃったけど今いきなり笑い出すしえー、なんで高橋に泊まりに来てもらおうよ一応達成はしたみたいだけど めっちゃ悲しい度高いじゃん。大丈夫。ね、高橋戸って何 <laughs> え待って待って待って。演劇のやつ失敗しちゃったじゃん。はい。チラシのやつクリアできないのが悔しすぎて、2回ぐらいやり直ししてます。<laughs> なんかミッション3つあるのを、なんか正しい順番でやらないとクリアできないっぽくって。だからちょっと今それ、その順番を考えてるんですけど。チラシのミッションのさ、ナビをよーく見ると、 DM とチラシと雑誌を見てるから、もうそれが多分答えなんだよね。だからこれなんだよね、これ。これが演劇雑誌なんだよね。うん、動かしたよ。演劇雑誌。ほらほらほら。これ見つけるのも大変だったんだけど、演劇雑誌が落ちてるから、このネジの手に取りやすいところに移動させるみたいな。はい、これで、エレナから変なメールが来てて、これで、 一個は達成ですね。はい、1日の夜にエレナからのメールを確認した後なんですけど、なんかその後に普通に2日に演劇のチラシとか見たりすると、夜中の女の子の声を聞けなくなっちゃうから、先に心霊現象を見るんだろうな。な結構いっぱいやり直してるんですけど。じゃあ3日の夜中ね。深夜の覗き。あ、聞こえた。うわ、聞こえた。 から、サイドライト<え>あ、よしよし、起きた起きた何の音これで二日目は、二日目ていうか二つ目は達成ねいや、怖いよね、これこの声どっから聞こえるのはいこの後、このままチラシ見せることできるかな DM 見てもらえるかな、この後 見てもらえそうだな。鼻毛抜かないでね。<laughs> 鼻毛抜いて飛ばさないでね。あ達成できた夜中に見るんだ。そうだったんだ。悲しい度めっちゃ強い。あ達成できた達成できたよかった !5 回ぐらいやり直したんだけど。<laughs> 難しいな。カレンダー腰。あ、9月だ。 一気に9月まで飛ぶんだ、やっぱり。セーブしよう。はい。うわ、よかった。じゃあ次回9月1日からね。ありがとうございました。